ドラキューパーマンは原作、藤子不二雄、篠田秀夫による日本の漫画作品、及び1980年4月8日に放映されたテレビアニメ作品。漫画雑誌、月刊コロコロコミック1979年8月号に掲載された。1979年の2度目のアニメ化に伴い、一躍人気者になったドラえもんが往年の人気藤子キャラと共演を果たしたクロスオーバー作品。なお、当時のコロコロコミックは、お化けのQ太郎及びパーマンの再掲載をしていた。熱血、コロコロ伝説ボリューム2に再録され、2012年9月に、藤子、F、不二雄大全集ドラえもん第20巻にて、初めて単行本化された。作者の藤子は、ネームとキャラクターの大体の配置を担当し、それを篠田秀夫がペン入れをしたため、完全に篠田タッチとなっている。篠田によると、藤子タッチで描くこともできたが、真似をすると線が生きてこないとのことである。当初藤子は、それぞれ違う世界を持った作品で、全く違う発想で描いた作品なので一緒にはできないと難色を示していた。この作品は、1980年4月8日のドラえもんの特番、春だ。一番ドラえもん祭り枠で、新映動画によりアニメ化された。この際、パーマン1号のマスクが黒に近い濃紺だった。アニメ版では、パーマンとオバ Q が活躍するシーンで、それぞれの旧主題歌が流れる。共に、モノクロ時代の TBS 版のもの。ある夏休みの1日、ドラえもん、Q太郎、パーマン1号が、それぞれの相棒であるのび太、翔太、三つ夫のコピーロボットのろくに夏休みの宿題もしない、だらけた態度に愛想を尽かす。そして彼らは家出をして合流し、山奥でキャンプをする。そして、ドラえもんを探すのび太はその足取りを追って、翔太と三つ夫に出会い、見返すために、三人でわずか1日で宿題を片付けるためにタイムマシンを使い、同じ1日で3度それぞれの家に集まって片付けることにした。一方、ドラえもんたちのキャンプは順調に進むが、突然大災害が起き、キャンプ場以外がすべて壊滅してしまう。パーマン、オバ Q ともに、新映版のリメイク前であったために旧作に準じていた。ありがとうございます。